関ヶ原駅は、岐阜県不和郡関ヶ原町大和関ヶ原にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA79。南荒尾信号場で分岐していた上り本線、下り本線、新たる線と呼ばれる単線が、当駅で合流する。岐阜県最西端の駅である。運行形態の詳細は、東海道線を参照。 島式ホーム2面4線を有する地上駅である。駅舎は、港内南側にあり、2つのホームとは、湖泉郷で連絡している。大垣駅が管理し、東海交通事業に、業務委託している。JR 全線切符売り場、簡易型自動改札機が設置されている。下り停車列車はすべて、たるい駅を経由するため、たるい専用の一番線ホームのみを使用する。 二番線は、当駅始発、終着列車が使用するが、そこから配線上上り本線には進入できないため、一旦、樽井駅まで、樽井線を走行、そこから、上り本線に進入する。そのため、あたり駅から、樽井駅までは、伏線を逆走しているように見える。三番線は、新樽井線からの貨物列車及び、特急列車が通過するのみである。 かつては新樽駅経由の普通列車が停車していたが、1986年11月改正時の同駅の廃止以降、通常時の客扱いが行われなくなった。当駅西側に県境が通る。当駅から舞原駅までは東海道本線で最も本数が少ない区間であり、当駅を含む大垣駅舞原駅間の普通列車は日中毎時2本である。 岐阜県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。周辺の高齢化で利用客はあまり多くないが、観光での利用が若干増えている。出入り口は南側にしかなく、小規模ながら関ヶ原町の市街地が広がっている。関ヶ原合戦後の陣地跡も駅周辺にも点在している。点在する観光資源を 有効活用できるよう拠点として2015年に関ヶ原駅前観光交流館が開館した。市街地は出入り口と反対側の北側に位置し、踏切で南北を行き来することができる。駅前の様子名阪、近鉄バス、関ヶ原町ふれあいバス。ありがとうございます。